もう初っ端から今日はシーバスじゃなく青物狙いですか。予想では昨日激渋やったでしょ、シーバスが。シーバスが、うんうん、で昼のそのイワシに、うん、まずハマチがついて、ほうほう、その周りにシーバスもおこぼれをもらって餌を昼食ってるから夜機能してないんやと思う。あ、なるほど、もうお腹いっぱいなんや。なぶらなぶってるところに、うん、まず突入をして、突入、そうそう、で今回はさゆりちゃんちょっと昨日の夜よりはレングス長めの竿に、はい、メタルジグをつけて、はい、メタルジグつけました、はい、でとにかく、まあ、距離をナブラにあんまり近づいてしまうとチンしてまうから、あ、そっかそっか、そうそう、少し距離を取ったところから投げてもらう、うん、なるほど。僕ら今ちょっとゆっくりめに出船して10時前なんやけど、うんうん、はい、朝から出てる人ね、同じシーマジカルさん出てて、うん、30本から40本ぐらい釣れてるという情報おお、それは期待大ですね。ヤンヤンキャプテンよろしくお願いします。目指せ100本、はい、100本で食べるの大変。魚の反応も下の方にイワシがまだ浮いてないので、うんうん、なんか結構いましたね、反応見たら下にじゃあハマチもいるかもって感じですね。でそれでたまに跳ねたり、うん、沈めてみる。はい、わかりました。水深はどれくらいですか。16、7。昼のラインセッティングは 1.5 号でリーダーが今カットインの35ポンド入れてます。35、あ、じゃあちょっと昨日より強めに。鼻から青物狙いでほんまですね、はい、でもこのキャリハイ、キャリアハイ、縦の釣りもできるし横の釣りもできるっていうのがいいですね、はい、ディープジギングにはさすがに向かないんやけど、うんうん、まあ50メーターぐらいまでやったら、お、今日みたいにシーバス狙いかと思いきや青物狙いみたいな全然余裕ねえ、このリール1台でどうしてもね、ちょっとこう編み込みをこう低振動じゃなくてふわっと刺して編んでるんで、うんうん、あ、なるほど。ノットは逆に組みやすいんですけど、うんうん、一応キャスティングから、うん、まあ、ライトジギング、まあ、その程度ぐらい。なんか私この糸使ってみてなんか優しいなって思ったんですよ。リールのスプールからも出てんのが、うんうん、ほぼほらループに ならずにストレートでしょ、だから扱いやすいな。それが、そっか、それ6本寄りだからですかっていうか、ね、結構お、来たー、来たー、来たー、やったー、わー、来たー、わー、来たー、ダブルヒットマジかよ。してたら来たそんな大きくないけど、なんやろ、うん、お、サワラ、サゴシかな、サゴシ、俺もサゴシ、サゴシ、やったサゴシダブルヒットイエーイやりました、サゴシのダブルヒット、サゴシ、なんか急に来ましたね。おう、サルちゃんがヒットっていうか、俺もくるくるくるって巻き上げたら、うん、ドーンできたサゴシもおったんですね。いてはったねえ、嬉しい、やったー今釣れたサゴシ、こんなの食べてました。めっちゃちっちゃい、3センチ、4センチぐらいですかね、うん、おー、くた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 、これはハマチちゃんのような気がするな。あ、嘘、サゴシや。あー、よう曲がる、よう めっちゃ走るやん。競争までもうね、早め早めにパパパパパッと上げた、ガガンって、はい、やう、イエーイ、うんうん、やっぱりイワシやな、いてるところちゃう。あれ、おお、あ、失敗したもっと右だった。あ、くた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 、おった、トップ乗った、すごいやっとやっと念願の念願のヤズが、あ、来た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 、サリちゃんも来たドアで見てバッシューやって、バッシュー下にもついてきてる、いっぱいおる、いっぱいおる、いっぱいおる、すごい、ほい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 、すごい、待って待って待ってすごい、ダブルヒット、
ありがとうございます。ありがとうございます。ヤンヤン船長ありがとうございます。私サイズですか、でっぷりです。やっとジグです。ジグですやっと。もう翻弄されましたね。やっと苦節2時間追いかけ回して、ね、本当にやっと来てくれました。トップゲーム面白い。面白い。やったぜ。わこっち出たの。おお。やった。食った。おお。やっぱトップ強いな。トップ。さゆちゃんもトップつけてみる？私もトップつけてみようかな。完全に誘い出せたね今。青物ですね。青物ですね。よいしょ。よいしょ。ハマチショー。でもお腹がねでっぷりとしたつばつで。出方が最高。ね。面白いですね。キャネハイの 1.5 号リーダー35ポンドの、はい、敵ではございません。はい、可愛らしいあしらってあげております。いやでもそれにしても楽しい。楽しい。さっきのいい音したな浜さんの。気持ちいい音。よかった、ロケ大成功ですね。ほんまや、絶対やった。ヤンヤン船長、まあ、作ってくれたんですね。なるほどね。釣れたら釣れたら何でもいけるから。ほんまや。そうですね、それがあってこその釣り。釣れない時間も大事なんです。はい、北添君、はい、今回お世話になりました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。とても楽しい2日間、はい、ナイト&デイゲームで、はい、はい、濃い2日間になったと思います。シーバスボコボコのはずが、はい、激渋でしたけど、まあ、タイミング悪くね。そうですね。うん、まあ、どうでした。あ、でもそれでも、うん、ね、魚だんだんと増えてきてるんで、うん、まあこれからは今年は遅れに来てますけど、やっぱり秋の雰囲気を感じ取れた感じに、うん、なったと思います、ね。なるほど。まあ、シーバスもね、僕もさゆちゃんも、うんうん、いいサイズ。そう、いいサイズ釣らせてもらって、よかった。一安心ですか。今日のデイゲームのナブラウチもね、うん、ここの島のオーナーとかに、ね、情報もらって助けてもらいながら、はい、のがね、結果最後、ジョージ松本にいいの持っていかれる。よし、いやさすが。まあでもそんなこうスタッフも交えて、うん、楽しい釣りを今回のシーマジカルさんにさせていただきまして、はい、キャリアハイもこうどうだ、あのボートからのアプローチで使ってもらいやすいかな。もう全然使ってもらいやすいですね。うん、使いやすさ、強度、高強度ということなしなんで、うん、もうボートシーバス、うん、ボートからの青物でもバッチリかなと思います。ダイアンは何号ベース、ナチュラルセブンとかを対応してる感じ。まあ、ちょっと青物混ざるのやったら 1.2、うん、1.5、まあ、今回が僕らが 1.5 号を、ね、そうですね、ナブラウチに。いや僕もね、よく言われたのキャリアハイを出す前に、うん、08しか僕巻かないんですとか1号しか巻かないんです。
でよく切られるんですけど、シーバスで、シーバスで、橋脚周りとかで、うんうん、京都は基本足りてない。だ1号かけてる、2.08 かけてるから、どうしてもドラグを出しちゃう、うんうん、走られてしまう、あ、そっかそっか、擦られて切られたりとか、トラブルにつながる。 1.5 号だとね、うん、強気でいけますよね。バチバチもないし、うんうん、まあ、ボートゲームでこう魚とのやり取りが距離が近い分、瞬発的なパンとかっていう、まあ、昨日の、うん、タイちゃんの足元でバスッとできたりとか、そういう衝撃波にも強い感じもするし、あと黄色なんで視認性もいいんだよね。あ、見やすい。俺さっきのインタビュー聞いてた？おらんかった。おらんかったの。同じことね。そうそう、同じことね。そう、視認性がね、やっぱこの見えるっていうのが強い。見えるっていうのはやっぱ強いですね。うん、夜とか夜ね。ってことは逆に推しや。推しです。推し、キャリアハイ推しでいい。キャリアハイ推しで。じゃあ、ヤンヤンキャプテンのところに遊びに来る際は、はい、ぜひぜひサナエさんの、はい、キャリアハイを巻いて、うん、ぜひ遊びに来てください。別に言わされてるわけじゃないよな、はい、ないです。あ、心の叫びが、はい、今つい口に出ちゃう。